どうもこんにちは、沢口雄二でございます。いや、今本当に統一教会がやはり、政治の中で動いておりますけれども、私もこれはね、一旦やっぱり整理しないと岸田政権危ないですね。ですけども、まあ、この統一教会の問題、さらにですね、さらに大きな問題はやっぱり組閣会の問題もあると思うんですね。公明党、そういった問題も本当は一旦は整理してほしいですね。それだけやっぱり政教分離っていうね、ことになっておりますのでね、やっぱり宗教が政治に絡むと、やはり、お金だけじゃなくてですね、やはり 票の重さがありますから、そういった人集めに利用されるということになりますとですね、日本の政治が歪みが大きかったと、反省を踏まえてですね、正常な形に戻していかなきゃいけない日本の政治の在り方が今問われていると思います。本物の政治をするためにはですね、やはり、常識を考える、やっぱり政教分離も基本だと思いますね。そして、まあ、その中でですね、やっぱりいろんなところに、政治家だけじゃなくて行政、要するに国土交通省にはどこが握ってるかとかね、いろんな思惑が見えてくるわけです。行政に対しても宗教がですね。ですから、そういった政治家というだけじゃなくてですね、その行政まで考えていくということも必要かもしれませんね。いろんなところに根を張ってます、宗教がですね。そういった意味で今チャンスだと私は思いますね。今回の統一教会だけじゃなくて、いろんな宗教がありますから、その宗教の中で、どういうふうなことになってるか、日本が、で、日本の宗教だけじゃなくてですね、いろんな、まあ、ユダヤ教もありますけども、キリスト教、イスラム教、いろんな問題ありますけど、それがですね、日本の移民に絡んでくる場合もある。移民政策にも絡みがありますね。いろんな生活習慣が違いますから、そういった宗教の問題が非常にですね、根が深く、またいろんなところに影響を及んでいるということで、やはりこれ重要な問題であると思いますので、そういった意味で洗い直すということが今回重要である、また一つの大きな大きなチャンスでもあると私は思いますので、皆さんも考えていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。